で今夜時間が終わって多分占い師の占い時間になるのかな。あ、なるほど。ああなるほどね。そんな明け方に占いしてんだね。だからあの朝の出勤前に、うんうん、ああ今日の占いしてっかみたいな。ああ、あれかもっちさんの家に行く前ね。そうそうそう、あ、もっちさんの家に行く前に占いをして、で、うん、朝あの、うん、朝のニュース番組のと、うん、朝のニュース番組の途中で今日の占いですって言って。うん、ああそれか、なるほどね。今日は何座の人がって言って。今日のワンコ。ああ、今日のワンコ。ワンワン。今日は餃子のあなたがラーメン座の人とくっつくでしょう。すべてが中華ではない、今完璧な。お腹空いちゃう。あ、これであれか始まるのかな。夜が明けたってことですね。はい、夜が明けたですね。はい。はい。はい、ちょっと待って、ラグってるわ。あら。第一犠牲者。デクシデクシ、いい子だったんですよ、この子は。本当にいい子だったんです。じゃあ始まる、はいはいはい、うん、じゃあ CO だけ、はい、そうだね、 CO だけ先にあの誰かある人はっていうので、で、うん、結構みんなやるのは時間決めといて、その時間になったら同時に CO しようみたいな、あ、後出し CO じゃなくそうみたいな、うん、あと何秒のところってこと？そう、だからあと300秒になった時に CO がある人は CO って言いましょうみたいな。はいはい。あ、じゃあ何秒にする？じゃあ280秒。まあ300だとちょっとあれだね、そうだね。うん、入力時間が足りない。280で CO ある人は CO しよう。色付き。で、まあ色付きの方が分かりやすいかな。で、あるあるなのはあの霊媒はまだ出なくていいと思う。うん。で。180だ。あ、間違えた。2人間違えて。あ、そうか。あ、もう村人しようしちゃった。村人しよう。村人しようきたね。あ、占い師を俺だけだね。そうだね。一角しました。あ、確定かじゃ。近くですね、あらららら。大丈夫、新占い出てこない。まあでも同時に出てこいっていう話だったもんな。うん。ね。で、この立って打ったんだけど、うん、あのごめん時間足りなくてとりあえず CO だけ CO にしたんだけど、同時に言おうとしたのが、うん、これです。あ、どうも。あ、オッケーオッケー。俺すごいチャットにラグがあるんだよな。うん、ラグもあるね。今来ました、はい、10秒ぐらい経って出てくるんだよな。ちなみに俺はね、あの夜が明けるのにラグがあった。あらまあ。みんな夜明けた発言してんのに俺真っ暗なんだけどみたいな。一人だけ明けない夜に。そう、俺は明けない夜に落ちていくよ。なるほど。まあ一角で卵さん白だから二人とも白角って感じかね。いや、まあ俺は一応まだギリギリ狂人という可能性はあります。あれ狂人？そうだね。今回狂人ありなんで。あ、なるほど。あの、まあ、役職の配列変えたから。はいはいはい、狂人だったら俺は占い出てるよって言いたいけど、言いたいですけどね。まあ令和なんで出るかもしれない。人道じゃないから出ないってこと？いや、あの人狼の手助けをするの、狂人は。あ、違う違う、役の名前じゃなくて、うん、あの人狼を占ったとしてもあくまで人間だから白って出るの。そうそう、そういうことです。狂人を占っても白って出ます。うん、で今回はあの狩人がいないので、もらおう。ないやん。うん、狩人いないので、あの占い師が守られない可能性があるのと、白角が守らない可能性がありますということだけ先に言っときます。こんなもん、空だけさん真っ先に食われちゃう。まあ、逆に言うと食われなければ怪しいってことはありますもんね。食われなきゃ怪しいけど、なんでじゃあもう一人の占い師は使用しなかったんだって話になるので、うん、ここで使用しのげ、しようねっていう話だったから280で。だから空だけさんを確定って言ってもいい。ファクター確定。霊能はじゃあギリギリ潜伏してた方がいいんだろうな、きっと。うん、死んでから出るかな。これ死、え、しようは、え、村人しようもこれ。村人しようはいらないです。いらないです。いらないです。なんで。それは人狼だって村人って言うでしょ。うん、見なかったことにしてください。この一行ってないです。いやこれがブロックかもしれないよ。だって使用してくださいって言われて使用しただけだから全然何も間違ってない。何一つ間違ってないよ。純情な純情ボーイなんでね。純情な感情が。こんな純情なね子がね、あの人狼なんてないじゃないですか。
とりあえず最初誰を釣るかになるよね、この状態だと。そうなるとグレランになるんで、グレラン、ランダム、グレーの人からランダムで、あ、グレネードランチャーじゃなくてグレネードランチャーです。グレーの中からランダムでグレネードランチャー。グレーって言われても白いってる、白以外は全部グレーなんじゃないですか。そうなんだ。そうです。なんで私と卵さん以外からランダムになるんですけど、じゃあ俺適当に村人さん希望します。はい。なんかやった最近卵さんに。なんかあったか、感情釣りかな、感情釣りなの。最近俺卵さんにやったっけ。なんだね、もう人狼仕様が出てるんですよね。あれ、まあ、そうなんだよね。私が人狼ですって言ってるからね。白角のね、白角のね、うん、あの空泣さんがね決めれればいいと思う、私は。主役指導ならもう文句言わんけど、俺が選ぶよりも卵さんに選んでもらって、うん、で卵さんの選んだ人以外を俺が占う方向にしようかなと。なるほど、なるほど。強人だとしても誰が人狼かわからんしね、強人。そうです、ね、そうそう、うん、じゃあ村B さんかな。村B さんですね。じゃあ今回は村B さんさようならで、村B さん入れればいいんですね。なんか特に理由はありませんけど。じゃあなんとなく霊感で人狼行っていい、うん、おー、いいんじゃない、どうせやることないし、俺村だから。まあ、そう。じゃあ、どうぞ。なんとなくね、なんとなく俺はね、タオウシさんだと思うな。おー、タオウシさんが人狼だと思うな。うん、理由はないよ。うん、理由はない、本当に第六感に従っていただけなので。完全に理解した。じゃあ、俺の場合、投票先がなくなるからさ。タマムシさん。玉虫さん以外を投票しようかな。投票じゃない、占いしようかな。もしかして俺黒目に見られてる今。いや、ただ単純に適当、単純に、じゃあ行動しよう。もう俺は本当に俺入れれんから、なんかもう適当に入れる、ね、あと1人の投票待ち、どうしようもないですよね、うん、ちょっと1人。いや、僕は黙ります。はーい、はーい、はーい。ムラムラなんてこった、かわいそうに。かわいそうに。これさ、人狼になった人たち喋れないと思うよ、マジで。どうなんだろうね、喋、うん、うん、頭とも。ゲーム動かすのってさ、占い師からで、狂人が、なりすますかしないかでしょ、大体。そうだね。いた、ごめん、なんかね。まあ、今回、狂人がいませんからね。あ、いる。あ、だから占い師がいるんで、占い師がいるんですよ。出てないから、もう、白、占い師確定しちゃってて、まあ、うん、っていう感じで。まあ、霊能語りとかするんじゃね。お、白角が死んでったね。でたね。はい、じゃあ今回の投票結果が出てますね。卵さんが死ぬ、うん。卵さん。あれ、レイメさん、卵さんに入れてんの。そうだね。うん。あ、ついミスってますね。もう、多分投票の位置がずれただけですね。あらあら。誰占いました？安いのかな。じゃあ占い結果300秒で出します。はい。はい。もしその時にもし霊能が使用するんだったら霊能も一緒にやればいいんじゃない？まあ潜伏しててもいいと思うけど。なるほどね。うん、あとは霊能がゲームを動かすか動かさないかってなるよね、これ。ただ黒引かない限りは使用しなくていいと思うけどね。うん、そうなんだよね。なるほど。ただ言わないとワンチャン噛まれたか、そのまま知らずに釣られる可能性もあるので、1、0、300だ。あ、偽物？そうでしょ？ん？え？いや、いや、合ってますね。嘘？2ターン連続？2ターン連続？どういうこと？いや、さっきピオさん人狼だったから。そうだ、そうだ。あ、そういうこと、うん、いや、それは確率論だから何とも言えないけど。嘘です。え、待って、新占いいるんじゃないの。いや、もしかしたら田中さんの方がクロセット。ああ。あ、二人組だ。ピオスさんは知らないけど、田中さんが黒だった。ああ。なるほど。私、全員黙って。そういうことじゃないでしょ。え、これスライドないですか。この場合どうしたらいいですか。結果スライドないの。つか霊能誰もいないの。まあ霊能は白だったら言わなくてもいいかもしれないし、うん、まあここでなんか矛盾があるとかっていうの気になるんだったら霊能が使用して
村人さんが黒黒って言ってもいいし、まあ私はスムラだから別に釣られいやダメでしょ、釣られてもいいんだけど霊能が生き残ってるならまあ犠牲はいるよね。そう、霊能がいるんだったら釣られてちゃんと白だって分かってほしいから。でももし村人さんが霊能だったらどうすんだ。そこ村人さんのさっきの発言的にスムラな可能性高いんだけどね、うん、村だからすることないやみたいな、うん、そうそうそう、使用しないで釣られるのは良くないと思うから、まあ、ただ村人さん経験者だからワンチャンそれを悟られないようにした可能性もあるけど、うん、人狼側に、うん、まだあと200秒あるか。200秒あるけど、とりあえず現状あれか、リア村空泣きさんが占い師だったらピオスさんを入れてって感じか、うんうん、そう、そう、これで黒確実に一人連れてることになって、で、あ、ちょっと待って、私目線ではまあ空母さんでいいわ、空母さんは、まあ、偽なのでどうしたもんかな。私釣って空母さんの占い結果をもう一回見て空母さん釣ってくれませんか。そしたら私目線でも一陣外落ちるので、いや結果が出るかどうかはまあ死ぬかもしんないけど、霊能が生きてるかどうかにかかってるの、プラス霊能を語って狂人が出てくる可能性もあるから、でも逆に空母さんが次のターンも生きてたらおかしいっていうか、占いも生き続けてるおかしいから村人さんが暇してます、なんか村人さんが、ああそういうこと、うん、生き続けてるのがおかしいから、やっぱりそこは怪しむべきだと思うので、まあ私は釣っても構いませんが、人外はとっても残っているというふうに。もう今回白角が出てないわけですからね、うん、逆になんで占い一角して私に黒が出るのかマジでわからないんだよな。いやそれは人狼側から言われても困るんだよな。どの道あれだよね、もし次のターンで死ななかったら空泣きさんは殺さなきゃいけない、うん、それはそう、まあそれでもいいよ、それやってくれれば私からも何も言うことないので、とりあえずまあ次の結果も空母さんのは見てもいいんじゃないですかねとは言いつつだな、うん、てかまあ、うん、とりあえずもう今回は投票決定なので、待って新占いどこにいるんだよ、マジで。いやだって俺は死ぬらないだから、それはどうしようもないんだけど、本当になんでとなると次死ぬ可能性がもう 99% ぐらい高いですね。結果見間違えてるでしょ見間違えてることあるか占いの。多分これ強靭な気がするから、強靭は食われる可能性は普通にあるから、まあなんかしめしめとしているんでしょう、人狼側の青青泣いてる人たちはいや知らんけど、なんか狂人が、例えば村上さん卵さんどっちかが霊能か狂人だったら結構どっちかによるよね、うん、この状況は。卵さんが霊能だった時が一番嫌だな。ちょっと村人さんはね、うん、なんか役はない。村人さんはなさそうだけど、うん、いや卵さんそれにしてもなんか最初白角もらった時の反応からして、ああみたいな、ありがとうございますぐらいだったから、うん、なんか役持ってそうではなかったんだよな。うん。そうなんだ。まあ私も別に役持ってないので、スムラなんで別にいいですわ。え、これみんなもう投票してるのかな？してない。一応しちゃう。する？あ、もう投票すれば投票の終わっちゃうよ。これ話し合い終わってるから、じゃあここから喋らず投票すればいいのか。はい。いやまああと気になることがあるとすれば、うん、今何人？だって1,2,3,4,5,6。これ狂人生きてたら次 PB で終わるね。あ、マジか。うわ。終わったわこれ。これ村負けです、ね、狂人、あ、ちょっと待って、狂人生きてたら 1,2,3,4,5,6 でしょ。でここで次でまあ俺かもしくは誰かしら噛まれたとして、うん、っていうかね、空母さんが噛まれることはねないかもね、あの PP するために。いや少なくとも進むしかないかなこれは。そうですね、うん、とりあえず投票は
その票あと2人、まあ、とあと2人、まあていうか占いがもう一角で私に黒出しちゃった時点でもう偽物なのに占い出なきゃダメだよということで私は空母さんに投票します。なんで、なんで出てこなかったんだろう。もう一人もしいるんだったら、いやでもしょうがないね、俺死んだもの、どうしようもないよ。夜の間だけ幽霊別のとこ行って話さん。オッケー。それもいいよ。あ、じゃあ下行こう。うい。はぁ、マジで何。でさ、はい、ドンバです。あ、本当に黒は黒なんだ。え、違うよ、私白だよ、マジで。え、あ、じゃあ私マジで白なの。いないんだ。そうそうなのよ。え、何してんだ。え、シン出てない。おい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 、シン出てないの。おい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 、死ぬわあいつ。え、だからおかしいのよ、私目線変なのよ。一画してんのに偽結果出すからおかしいのよ。シン占いどこ行った。そうだって、おいおい、場合によっちゃこれはアウトぞ。え、だから次で終わるって多分 PP で。終わり、てか終わりやん、 PP で終わりやん。そうそう、やってはいけないことをしてしまったか。え、シン占い、いや、まあまあ、そっかそっか。いや、わからん。ピオスさんが白、黒だと知らず適当に言ったら、本当に黒だったせ、あ、でも、じゃあ、ごめん、何でもないです。いやいや、本当に、本当に白だから終わりなのよ。ここで嘘つく意味ないじゃん。ピオスさんも終わったな。あと1個、じゃあ。はい。おお、びっくりした。シャロさん、噛まれてますね。あ、え、あ、事情聴取来ました。事情聴取。聴取。事情聴取。え、あの、え、まだ終わってないんですよ。まだ終わってないから。ないってことは、それとも空母さんも明らかに怪しいですよね、これ。困ったな。困ったな。多分これあれですね。あの、さっきの流れからして、俺黒に仕立て上げるためにわざと生き残らせた可能性あるっていうのと、いやそこはせんでしょ、占い師も2ターン次でバレるの分かってるんですから。いや。それだってさ、むしろそうなったら占いがさ、もう一人出てこなかった理由がないじゃん、うん、一応300になったら占い結果出すけど、これめんどくさいよ。いや、2ターン生き残るのはね、やっぱおかしいんですよね、それは、うん、その通りですよ。自分にとって占い師は一番厄介なはずなんで、まあ一番最初の白角は置いといても、そうっすですね、卵さんは噛まれたから確実に白だったってことでしょ。で、ね、はい、うん、で村 B さんが狂人の可能性が高かったですもんね。で、そうなると俺って人狼なのかどうかって話だよね、みんなから見たら。そうですね、怪しすぎる、もうほぼ黒に近いって感じですね。けどただ人狼か狂人のどっちだと思うって話よ。いや、これだって、あ、人狼かな。人だって狂人いるのに人狼占い出ると思う。でもまあそこで狂人が、いや、狂人が出てこない可能性も含めてでしょ。だって仮に偽物だとして本物も出てきてないってことですから。同時に、あの、同時しようにしようって言ったの俺だからね。あの、そういう誤差がないように、後出ししようがないようにしようって言ったのは。これ新占い誰だよ。で、かつどうしようね。まあここはやっぱピオスさんのあれもありますからね。あれですよ、ピオスさんの霊能結果が出てこないってことは霊能死んでるってことでしょ。村 B さんかシャロさんかっていうことになるんですかね。いや、卵さんの可能性もあるけど、うん、ああ、そっか。で、はい、ここで PP じゃない、PC じゃないや、PP を持ち出すんだとしたら、人狼側が、あの、言ってきてもおかしくないんだけど、まあ、それを言う、それは、ね、人狼側じゃないな、狂人側か。狂人側が PP を申し出た方がいいのか、その場合は。ってことは、今、まあ、それを言ってきてない、ソラナキさんも、狂人じゃない可能性も高いですよね、やっぱり。うんうん、人狼はあえて言わないですから。そうだね。うん。ってことで、じゃあいいよ、俺釣りでもいいよ、うん、ただ俺釣りでもいいけど、そうなってくると次からマジで何の結果も得られなくなるけど、いいんだよそれね。ちょっと待って、もしそうなったらさ、すごいこと言っていい？はい。俺もし人狼だとするじゃん、はい、で今の村の体制的に今噛まれてる人か釣られてる人全員が役職持ちだったことになるけど、
それは僕らの選択ミスってことですから。だって占いと霊能と狂人全員潰れたことになるからね。やばくない？誰も使用しなかったんだけど。何も信じられないんだがこの状況だと。だから次から占い結果も何もない。誰を投げればいいかわからない会議が始まるけど、頑張って。まあそこはもう会話しながら出していくしかないでしょ。もう最悪ランダム投票になってくけど。やばすぎる。ということはとりあえず今回はあれですか、空の人は俺でいいんじゃない、俺でもいいし、まあ俺的に怪しいかな、どうだろう、怪しい発言してる人いない、発言が少ないんだよみんな、それなんですよ、どうしよう。いや何しか聞いてるかわからないですから何なんだろう、発言がない、まあ強いて言うなら、強いても何もないけどな、黎明さんは経験者だからちゃんと発言してるってだけだなんだけど、まあどうなんだ、誰だ、まあ喋りすぎてる感はあるかなと思いながらも、いや俺的に俺つっても意味ないよとは言いたいんだけど、僕としては最初のあのね出すときに空泣きさんしか出てなかったから、そこは信用したいなという思いが、信用してほしいんだけど、おっちさん黒だろこれ、信用要素も俺もなくなっちゃってるし、で霊能結果も出てこないからさらに信用落とされてるし、これどうなの？本当わかんない。霊能って役職当てるんだっけ？あと違う、あの釣られた人が、あの噛まれじゃなくて、そう釣られた人が、あの黒か白かがわかる。ああ。ただ黒白しかわかんないから役職までは不明だよ。ああ。まあいいや、とりあえず俺は黎明さんがすごい俺に入れたがってるから黎明さん入れとく。ね。じゃあ。黎明さんに入れる？黎明さんに入れるじゃない、間違えちゃった、あれ、ココさん、ココさん、急に裏切ってきたけど、え、何？人狼か狂人なの？いいの？人狼か狂人なの？いいの？まあ、このタイミングは、もうまあ、俺でもいいよ、最悪、うん。もうしょうがない、俺の信用がないから、ここは釣られるしかないかなとも思うし。わかった。ただ俺が釣られた後で人狼二人残ってても知らないよ。それが怖いですよね。うん、俺は黎明さんが怖いなと思って黎明さんに入れます。誰入れたらいいんだこれ。わかんねえ。情報が少なすぎる、情報源ゼロ、はい、俺の占い以外の情報源がゼロ、買って入れるしかないか、空房さんしかない、ワンちゃんやね、されてしまった、おー殺されてしまったので、私は夜時間なので、みんなミュートしてんの普通に。ちょっと待って、あのなんか霊界チャットみたいなのが存在してて、うん、もうそっちで喋ってる、まあでも下行こうよ、行くか。口で喋った方がいいだろう俺ね、占い師だ、なんで本当に、あもう終わったの、ちょっと戻ろう。それもしかして占い、え誰が占いやった？ちょっと一回もう戻ろう。違うらしい。どうしますこれ。一連れてんだ。議論のしようがないですよね。この時点で、でも、はい、この時点で言えば空泣きさんがココさんなんかは黒やったって可能性が高い。かピオさんが黒やったかってことですね、本当の。そうね、どっちかが、ね、まあ、どっちかは釣れてるはずですよね。で、狂人も死んでるってことですもんね。だからこれは本当に人狼一の村人にって感じですか。この状況だと。で、
まあ、間違いなく、うん、この中に自分以外のどちらかに入れるしかないです、ね、うん、ない。そうですね、これ、でも、もうほぼ勘ですよ。これ失敗したら、理由とかはあるんですか。もう次で終わっちゃうわけですよね。終わっちゃいますね。そうですね。成功したら失敗しても次で終わります。うん、食われて終わるか。マジで？タマムシさんはなんで黎明さんに入れたんですか。いやー、どっちって言われたから、どっちなんだと分からんから勘で入れたんですけど。なるほど。本当に勘ですかそれ。本当勘ですよ。分かんないですもん、だって。実は人狼が分かってたんじゃないですか。人狼あえて人狼を外したとか。空母さんが人狼だからそれはまずいなって言って。いやーでもどうなんだろう、ピオスさんの方が怪しいと思いますけど、それだったら。でもピオスさんが怪しかったら空母さん釣った時にもう終わっちゃうのかな。終わりはしないか。終わりはしないです、うん、なんだろうな、どちらかがかってことですもんね。どうしましょうね。もう本当にグレーでしかない。みんなグレー。はい。白を確定する要素も白、黒を確定する要素もないですね。せーので入れるのが一番いいんじゃないですか。そうですね。なので入れときますか。どこでタイミングできます。なら、180秒でいきましょうか。はい、180秒ですね、うん。これだけ時間あれば遅れるってことないでしょう。はい、これでも投票でいいんですか。投票でいいんじゃないですか。投票で。はい。5、4、3、2、1。さあ。あ！マジ？おお。やったー。おー、あと申し訳ねえ。レイメンさん、占い師の占い師か、占い師でどうやったっけって携帯で調べる間に時間が過ぎてしまったんで、ね、あ、やべって。ちょっと語り出てよ。語りじゃない、本物出てよ。後出しになっちまうってか、ココさんあの時点で狂人生きてたらレイメさん入れてよ。いやだってよく分かんなかったんだもん。あの、いや黒陣営3対白陣営3だからもう確実に勝てるのよ、黒陣営が。いや私ピオスさんで普通に釣れたと思っちゃったもん、うん、あ、俺が死んだと思ったんだ、うん、いやそうよ、1なんだもん。だからあの5人の状況でさ、2しかいない状況になるから、ここでパワープレイ持ち込んでもダメだなって見てた。あ、そうかそうか、ごめん、そうだ、俺の情報あるから霊界してんだ。あんまりにも俺が死んすぎたのか。いや、霊明さんのおかげで。おかしいなと思って。霊明さん、遅れてもだって対立する人出てないんだもん。遅れて、あ、これ遅れて出したら後出しっぽくなるなっていう。いや、霊明さんなんか企んでるの、もう一人の占い師なんか企んでるのかなと思って。なんかさ、その黎明さんが空母さんのこと釣ろうと仕掛けたから、あ、黎明さんもしかして新占い、でも待って、第一犠牲者がなんかボットで霊界で喋っとると思って、なんか第一犠牲者が占い師なんてことあんのとか思って語りかけちゃったよ。そう、ちょっとマジで。あのカリウドと霊媒師は結構やったんですけど、占い師ほとんどなかったんで、占い師占い師って仕様どうやったらいいんやってって喋る間に時間が過ぎとって、あ、これやばっと思って。あ、なんか結果パワープレイ抑えていい感じにはなったけど、ね、そうそうそう、後出しになっちゃった。あと空崎さんが人狼で語っててくれたっていうのがでかかった、ね、そうだね。狂人やばかったもんね。狂人出てくるかなと思ったけど、ただ今回なんか未経験者も多そうだから、多分狂人出てこないだろうと思って、うん、語り出ますって言って玉虫さんに言って。あ、なるほど。経験者って言ってもらったけど、だいぶね、忘れてましたね。さあ、まあ空崎さんがまあワンチャン PP にかける盤面だったかなと思うから、そのもう釣られそうな盤面で、ね、俺ぶっちゃけ使用しようが、うん、人狼使用しようかなと思ったんだけど、ただあまりにも分かりやすいんじゃない、そう、うん、髪が通り過ぎちゃったせいで、うん、言いづらくなっちゃって、うん、いろいろ。あーみたいな。一応そらなくさん占って、あ、黒、これはちょっと押すしかねえと思いましたけど、あ、ね、
くりしちゃった。私視点どうなってんのかと思っちゃった。これどうなってんの初手から結構ハイレベルなセッションで。いや、これは申し訳ない。いやでも勝ってる。最初に死んでも暇にならなくてよかったよ、初手からハイレベルで。ねえ、なんで